だったら搭載予定の12本乗せたらどうなるのか。ちょっと雑ですが重ねておいてみました。後ろに飛んどるやん。生きりながら発射。キャーハー。どうやら精神的におかしくなったみたいです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。多分戦車を作るゲームスプロケット、最近まともに戦車作っていません。それで今週は何を作ろうかなというお話なんだけど、サムネで皆さんはお分かりかと思いますが、日本海軍の一部の艦艇に搭載されていた12センチ28連装風進砲だね。12センチなんて。画像で紹介するとこんな兵器だね。おお、ロケット砲みたいな感じか。対空ロケット砲になるのかな。視聴者さんからもリクエストはたくさんあったね。そうなんか、リクエストありがとな。早速制作に入っていくんだけど、今回は砲塔というか砲台みたいな感じなので車体は円柱にします。最近これが当たり前になりつつあるで。円柱を作るスキルはスプロケットでは必須ですよ。ちょっと前に作り方紹介しとるから参考にしてな。ちなみに直径は 2.5 メートルにしました。中心に棒を立てておくといいね。それでこの風進砲なんだけど、サイズが全くわからない。え、ネットで調べると縦横くらいのサイズを記載しているページあるんだけど、それもないんだよね。というかこの兵器を紹介しているところも少なくて、プラモデルも全部形状が違う感じするし、 CG で作られたモデルも全部形状が違うんだよね。どうするん。形状はそれっぽいものを作るとして、構造は 25mm3 連装機銃がベースになっていると紹介されていて、細かいサイズ感は全てこの3連装機銃から導き出しました。ほう、サイズが間違ってる可能性があるので目安程度に見てくださいね。ちなみにこのターレットリングはちょうど 1m だね。これが間違ってたら全部間違っとると。いつもピクセルをセンチに変換して他の長さも測ってるから、測定位置の誤差でも数センチはずれるんだよね。それで後ろで作っているのは砲架でいいのかな。ロケット砲を支える両脇の構造です。幅は15センチくらいかな。これもまっすぐじゃなくて角度を変えながら伸びている感じだね。横棒はロケット砲の軸か。高さが85から90センチかな。先っちょはこんな感じで段になっていて、後ろはこのような見た目になっていました。あとは細かいところを触って完成させます。これは左足の砲架。ちょっと膨らんどるんか。右側はこんな形状。軸を支える構造も作れば完成だね。次に作るのはロケット砲のランチャー部分。この四角い構造やな。まあぶっちゃけるとサイズは全くわからないね。ちょ、ただロケット砲の直径が12センチだから、横に6つ縦に5つ並んでるから何となくサイズ感が分かってくるね。それで下側が2つ分欠けてるんだけど、イラストとかでも左が欠けてるものと右が欠けてるものがあるんだよね。ほんまバラバラなんやな。他の兵器では初期モデルと量産モデルの違いとか、前期モデルと後期モデルの差もあるみたいね。ちょっと見えにくいので色を変えて。これも重要な軸の位置変更だね。回転する位置を合わせるんか。このターレットリングを軸に合わせないとダメだね。手動で動かすとこうなります。おお、ロケットランチャーみたいになってきたで。ちなみに今回は上方向に80度くらい、下方向にマイナス5度に設定しました。設定方法は簡単で、砲塔を選択してここの項目、自走砲など砲塔を回転させたくない場合は0度にします。可能なら全部設定しておいた方がええな。回転させたくない砲塔というか自作装飾は全部0度だね。それで12センチサイズの自作でカールで砲身を乗せる位置を調べます。ええ感じでぴったりやんね。見た目の感覚だけでもそれっぽいサイズ感にできるでしょ。ランチャーの軸装飾を作ればこの部分は完成だね。ゆるふわ軍事チャンネル。残りのパーツも作っていきます。これはほとんど見えないんだけど、ロケットランチャーの行角を変えるギアだね。それっぽい形にして右側に搭載。ニュッと入れると、右側のへこみはギアがついとったからか。よくわかんないんだけど両方についていた可能性もあるんだよね。はい、映像を撮り忘れていたんだけど、これは車種旋回種のハンドル軸だね。これが座席を支える支柱。これ燃料タンクや。円柱も設置するのが地味に面倒なので、小さいものは燃料タンクを代用。被弾するとファイヤーしますが、それはそれで面白いのでこのまま行きます。上の座面は角が丸っこい感じ。背もたれは基板の抵抗みたいな形をしています。あの茶色い足つきのやつか。あとは形を整えて背もたれもキュッと丸ませれば完成だね。椅子できた。右側は形状を保存して同じものを設置しました。行角になるのかな。
くるくる回すハンドルをポイッと作って、右側の W 車種用のものはロードローラーで作ったハンドルを乗せました。何かとハンドルのような構造もよく使うな。次はシールドだね。シールド。左右対称なのでフェンダーを作る要領で製作します。問題なのはシールドの形なんだよね。プラモデルでは前面と上部しか覆われていないんだけど、どうやら後方が覆われていた可能性が高いとされています。ほう。乗せていた艦艇や時代によっても異なる可能性があるんだけど、視聴者さんは覆われていた方がかっこいいと思いそうなので、あえてこの形状で作ることにしました。あとは中央の面を全部デリートやな。サイズと位置もちょっとわからないんだけど、それっぽいサイズ感に仕上げましょう。形なってきたで。このままだと外が見えないので、窓を開けて。形はこれでいきましょう。ええんやない。で、次はこれだね。なんなん、今まで作ったことがない標準だね。これもどういう形のものがついていたのかわからなかったので、3連機中に似せたものを作ることにしました。方法としては八角形を作ってエクステンド。不要な面をデリートしてエクステンドを繰り返す方法だね。中央のバッテンは頂点を選択して面を作ればいいかな？おお、できた。こういうのは他でも使えるので、一つ作っておくと便利だね。あとは軸に乗せて設置すれば完成。ランチャーを動かしても一緒に動く仕様です。おお、つけるとかなり見た目が良くなるな。隠れるパーツは作る必要ないけど、目立つ位置にあるのは作った方がいいね。それで、作る様子を見ながら、12センチ28連装風針砲について軽く紹介していくんだけど、初めて運用されたのは、1944年10月、フィリピン周辺海域のレイテオキ海戦。搭載していたのは、空母随国、随砲、千歳、ジオダ、さらに、戦艦伊勢とされています。それでなんでこれを搭載したのか。諸説あると思うんだけど、プラモメーカーによると、マリアナ沖海戦での戦訓に従い、対空兵装の増強を目的に、25mm3 連装機銃より 500kg ほど軽く、頑丈な課題を必要としないこと。合わせて、設置場所の制約も少なかったという長所を持っていたそうです。そうなんか。それで、発射されるロケット弾は、全長が73センチあって、重量は 22kg。発射すると、5.5 秒から8秒程度飛翔します。ほう。距離にすると、1050メートルから1600メートルくらいで炸裂。ロケット弾の先端に60個の小爆弾がついていて、ばらまいて敵機を撃墜するという攻撃方法でした。すごいやん。そんなん使っとったんやな。そう思うでしょ？残念ながら実際は評価は良くなかったみたいね。え？理由は射程かな？初速が240メートルと対空機銃や対空砲に比べて圧倒的に遅く、加えて命中精度の問題から敵機の撃墜は難しかったとされています。ダメやん。威力としては敵に対して威嚇以上のものにはならなかったと記載されているね。これ多分新兵器枠やん。アメリカ側からすると結構ビビっていたというお話があるらしいという内容も見かけたね。ほんまか。この兵器の欠点は運用面にもあって、再装填にかかる時間は2分から4分。待て、結構かかるでこれ。一斉に発射するとロケットランチャーが熱で変形してしまう問題もあって、一度に2発ずつ発射するような時間差を設ける工夫がされていたみたいね。なんかいろいろあるやな。最終的に運用していたのは日本海軍が保有する10隻余りの空母と2隻の戦艦伊勢とヒューガ。大和型戦艦の武蔵にも搭載していたという話があるそうなんだけど、よくわかっていないそうです。空母を中心に一部の戦艦に乗せとったという話なんやな。はい、ということで後ろの画面では形状はほぼ完成だね。作り忘れていた足を浮く構造のポイッとつけておきました。それで方針だね方針。今回どうするん？試作したのは方針長95センチの 7.9 口径12センチ砲だね。とりあえず4つ乗せて試験してみましょう。全部乗せる前に試験するの重要やからな。ポイッと発射。おいちょい待て、笑った。これね、反動が強すぎて大変なことになるんだよね。いやいや、おかしいやろ。だったら搭載予定の12本乗せたらどうなるのか。ちょっと雑ですが重ねておいてみました。後ろに飛んどるやん。いきりながら発射。どうやら精神的におかしくなったみたいです。これで250本と爆弾は爆発したみたいな感じ。どんな表現や。正常に発射することが確認できたので残りを搭載します。いやいや、あれ見て正常と判断する人誰もおらんやろ。ちなみに発射可能な12本以外はダミー方針として設置しました。それでは完成したロケットランチャーを見ていきましょう。
重量70トン。だから待て、リアルの一丸式戦車より重いやん。これね、発射できる砲身が1本3トンくらい重さあるんだよね。どうなってんねん。あと、安心安全の正面150ミリ装甲も入れたので、それなりの重さになりました。ちなみにリアルやとどのくらいの重さあったん？ 2.5 トンって紹介してるところあったね。砲身1つ以下の重量やん。その砲身は12本積んでいるので、実質12連装 7.9 口径12センチ砲になります。制作時間は4時間ですが、採寸や資料集めなどの時間は入っていません。戦闘を始めるんだけど、このままでは移動できないので。来た。ここにフォートを取り外された野生のお医者がいました。ガチで製造しようとしていた超獣戦車や。おっと、空から無駄に重い噴水砲が。もうこれが普通になっとるやん。1分の1で戦車作っておいてよかったね。というかサイズ意外と小さいな。25ミリ3連装機銃をベースに作ってるから多分合ってると思うんだよね。これだけ車体が大きいとどこに噴針砲乗せようか迷っちゃう。普通に真ん中にしとけ。こう見るとギリ横に2つ乗せれそうだよね。ちなみに全体重量は190トンあります。マウスに匹敵する重量や。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手というか射手やるから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーやってね。了解や。では戦闘開始。よいしょ。みんな準備いいかな？ええで。準備完了。あかねちゃん発進。発進。190トンの重量が足曲がりに来とるで。搭載しているのは以前作ったお医者仕様と多分同じ33リッター V12 エンジン。最高速度は平地で 24km くらいだね。この戦車で遊んだ動画もあるので見てほしいんだけど、リアルでは確か戦地までバラバラ状態で持って行って、現地で組み立てるみたいな運用方法だったね。この戦車の履帯が唯一神社に残されとるとか、そんな話やな。それで噴針砲なんだけど、まず最初に発射間隔を短くして、戦車に近い攻撃方法で遊んでいくね。発射テストをするとこんな感じ。おう、連射みたいな感じか。これ以上連射を早くできないのが、砲身ブレで全く狙えなくなる理由だね。ちなみに発射しているのが鉄鋼溶弾です。鉄鋼弾にすると、なぜか自爆してしまう重大な欠陥があるんだよね。ちょい待て。では敵さんを見切り散らしていきましょう。12時から2時の方向敵戦車。いつもの軽戦車だね。戦車は装甲もあるから安心やで。そこなんだけど、すでに10回くらい取り直しています。裏の話やめ。敵戦車炎上。これで戦車のどこかに重大な欠陥がある。それで肝心の攻撃力なんだけど。敵戦車炎上。狙えるところだと特に問題ないね。遠くはどうなん？やっぱり初速がそこまで速くなくて、貫通力も低めだから無理だね。敵戦車撃破。余裕の撃破です。12発も打ち込んどるからな。あらやだ、そのままのお尻抜けちゃって。近づきすぎると180度向き変えて逃げる問題。何か吹き出して撃破。ちょっと視点変えて攻撃するとこんな感じ。前弾長弾。開いた。砲塔硬いのかな。無慈悲に背面に打ち込む倒木寸法、綺麗に撃破ですね。ちなみに前から見るとこんな感じ。下の砲塔に当たりそうやで。あ、自爆するのはそれが原因なのかな。砲塔天板とか結構薄く設定した記憶あるんだよね。すごい勢いで上弾した弾あったで。ちなみに発射している砲弾は全部1500に飛んでいますよ。やっぱりこの幕が影響してそうな気するな。敵戦車撃破。はい、第2波は順次発射で連射できる設定で戦っていきます。乗せ替えたで。リロード時間は 4.2 秒なので発射間隔は 0.7 秒に設定しています。2本をペアで 0.7 秒間隔でずらして発射してる設定だね。こうすると見た目はずっと連射して撃ってるように見えるんやな。そういうことになるね。
それであまりに撃破されるので近づくのを待って戦うことにしました。車体正面は約50ミリ、側面はごっそり100ミリに増強しています。ドブツーにも抜かれてないかも。取り直ししてるからね。よいしょ。敵戦車炎上。この M7 という戦車もめちゃ硬くて、過去作った25ミリ系の機械砲戦車だとまず撃破できない。ちなみに普通の戦車砲でも抜けないことが多発するで。でも今回作った砲だとなぜかサクッと撃破できるんだよね。敵戦車炎上。こんな感じで下から攻撃するような場面になると、ミカリちゃんが装填したロケット砲弾の理由なのか、ゆるゆるだね。何が言いたいんや。みんな焦ることにおかげ生砲弾で撃破できました。変な属性を掛け合わせるな。産地の方向敵戦車。君はまた最初から6がやらせる気なのかな。ないよない、前から来とる。焦っかきゆかりのま大人気の可能性。ちょっと今変なこと起こったで。ちなみに私たちのイラストはゆるぐなアート部のハッシュタグをつけてツイッターに投稿してくださいね。唐突に宣伝を入れる東北ずんこ。 AI アシスタントも含めて自由に描いてもらって構いませんよ。12時の方向、丘の上の敵戦車。くらえ、12センチ積んだろう。これ結構安定した弾道で飛んでいっとるな。これにも理由があって、砲弾の戦長を変えてるからだね。さっきの軽戦車戦は、砲弾の戦長が523ミリで、初速が370メートル。今は砲弾の全長が225ミリで、初速は947メートルあります。貫通力も砲弾とか砲身の長さで変わってきて、今の設定では225ミリに短くした方が高いね。これ結構複雑なんやな。ではこの調子で撃破していきます。よいしょ。敵戦車撃破。一撃で撃破や。敵戦車残り1両。直砲弾乗っとる。あらやだ、女の子にそんなことしていいのかな。ねえ、こっそり強くしてぶち抜けるようにした120ミリ砲。敵戦車炎上、勝利しました。はい、いい感じで勝てましたね。スプロケットでは砲弾全長をあえて長く重くすることで、ロケット砲のような緩い弾道も作ることができます。ぜひ皆さんも遊んでみてくださいね。設定とかは RPG ゲームのキャラデザみたいにスライダー調整で簡単に行えるで。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような軍事に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。